じゃあまた祈りましょう。天のお父様、今日もまた御言葉から分かち合う機会を与えてくださって心から感謝します。今日も私の思い、私の考えではなくて、あなたの御心を分かち合えるように助けてください。一人一人が私を通してあなたの声を聞いて強められ、癒され、励まされるように助けてください。すべてがあなたのご栄光になるように感謝して、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。いや、まあ、今回は申命記4章9節から分かち合いたいと思います。申命記4章9節、ただあなたはひたすら慎み、用心深くありなさい。あなたが自分の目で見たことを忘れず、一生の間それらがあなたの心から離れない、離れることのないようにしなさい。あなたはそれらをあなたの子供や孫たちに知らせなさい。モーセの書には数回イスラエル人がその体験したことを忘れずに、それが後に来る世代に伝えることと強調しています。私たちがよく忘れるのは、その当時聖書がなかったんですね。これがモーセの書の中ですから、もう聖書全くありませんでした。またほとんどの人が無学でしたね。読み書きできなかった。で、情報の伝達が、まあ、交互しかなかったんですね。だからそれまでの言い伝えをさらに言い伝えるということがとても重要でした。その当時これがかなり、まあ、組織化されてましたので、まあ、今の私たちよりだいぶ上手だったと思いますが、それでもそう簡単ではありませんでした。まあ現在のアメリカがこれをなんか乱れるということでどんなことが起こるかという、まあちょっと悲しい実例でもあります。この数年、まあ、数十年の間にアメリカの教育など、まあ、いろんな面で堕落してきてます。それで街歩きの方々に声かけると、驚くほどアメリカ自体の歴史に対する無知生じます。で、今残念ながら多くの学校がその生徒たちにアメリカが犯人だ、アメリカは鬼というような教え方をしてます。それは本当に悲劇ですが、それより危ないことが神様を忘れること。それもアメリカに近年かなり増えてます。まあ、ポイントが、神様を知ってる方々が積極的に努めて、その神様に対して知ってることをその他の方々に伝えなければならない。まあ伝えないと教会がもう消えていきますね。
まあ、ある人が言いましたけど、教会があくまでも地滅から一世代しか離れてません。必ず次世代に信仰が伝わらなければならないんです。神様が時々奇跡的に、まあ、人の心に自分のことを啓示します。それは現在がイスラム教の国に一番起こっていることですが、根本的には神様の子供たち、霊的な子供たちがさらに霊的な子供を産むことですね。まあ生物学的な繁殖が当たり前のことですが、霊的な、まあ、繁殖ということがとても重要です。永遠の命なしには肉体の命がもう過ぎ去る風のようなことです。それ詩編78-39に書いてる通りです。多くの人が人生の意味は何か、私は何をなぜ存在しているかということを悩みますが、神様を知っている方々はそんな人たちに神様のことを、その福音を伝えなければなりません。私たちが哲学を教えるわけではありません。モーセはね、ここに自分の目で見たこと、実体験のことを伝えるようにと進めてますね。だから私たちが人々に神様のことを教えるために、自分もさらに神様を体験することに進まなければならないんですね。まあ私が牧師ですので、私の人生がこのためにこそ献身しています。しかし人々に伝えることが、ただ私の体験に対する知識に過ぎなかったら、あんまり役に立たないんですね。私の目標、私の目的は、彼らも自分で自ら神様と出会い、神様を体験することでなければならないんです。まあ私の実体験も伝えるべきですね。そうしないと、ただ抽象的な空想に過ぎないんです。しかし私の根本的な賜物は教師の賜物で、その賜物のある、まあ、欠点、危ないところが、真理を伝えるだけで十分と思いがちですね。残念ながらそれは不十分です。伝えるだけでただ知的なことに過ぎません。心に浸透しなければならない。だから私は人に寄り添って人をキリストに近づくように導かなければならないんです。人々が自分のために聖書を開いて、御言葉を吸収して、それを消化して、それによって成長するのが、それは欠かせないことです。私がここまでそれあんまりうまくやってきてると思いません。もちろん私たち皆が聖霊に頼らなければならない。自分の知恵、自分の力が不十分ですから。まあ人パウロが言ったように、霊的なことは霊的にしか悟れません。コリント人への第一の手紙2:12、ところで私たちはこの世の
霊を受けたのではな、ではなく神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったのを私たちが知るためです。ごめんなさい、私は12節としてたのに14節のはずでした。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼らには愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。私が教えるときには教える前に、まあその最中でもその後で祈りで支えなければならないんです。その辺で私に成長の余地がたっぷりあります。神様が大きな家族欲しいんです。だから一人でも多くの人が霊的に生まれ変わって私の兄弟姉妹になることを求めなければならない。祈りましょう。天のお父様、私たちがあなたを知ってる限り、分かってるほどのあなたのことを人に伝える特権もあるし、その責任もあります。私たちがそれをいわいくらほど大きな特権であるかと、またいくらほど重い責任であるかと本当に悟らせてください。私たちが自らできるわけでない。だから私たちを用いてください。私たちを通して人々をあなたの身元に引き寄せてください。彼らの救いのため、あなたのご栄光のために感謝して、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。